マイ・フェア・レディは1956年3月15日から1962年9月26日までブロードウェイで公演され6年6ヶ月に及ぶ2717回のロングラン公演となったヒットミュージカルである原作はジョージ・バーナード賞の儀曲ピグマリオンブロードウェイの初演ではジュリー・アンドユースがヒロイン役を務めた作詞脚本アンジーナー 作曲フレデリック・クロー。原作者のバーナードショーは、ミュージカル化に否定的だったため、彼が存命であった1950年までは、上演することができなかった。また、出演女優には100万ドルのギャラが支払われると前、もって公表されていた。公演が成功した後の1964年には、オードリー・ヘップバーン主演で映画化もされた。 オペラが跳ねたばかりのコベントガーデンオペラハウス前、イライザ・ドゥーリトルという花売り娘が、売れ残りの花を裁くために駆けずり回っている。その姿を見ながら、一心にノートを書き殴る男がいた。彼の名は、ヘンリー・ヒギンズ教授。一流の音声学者で、下町上がりの成金に、上流階級の話し方を教えて、生計を立てている。彼が、どんなに、 下世話な花売り娘でも、自分の手にかかれば、半年で、舞踏会でも通用するレディに仕立て上げられるというのを、聞き、ホワイキャントザイングリッシュなぜイギリス人は、英語が話せないイライザは猛烈な興味を示す、うどんとイットビー・イラブリー素敵じゃない翌朝、ヒギンズの家に、下町流に着飾ったイライザが現れる。手も顔もちゃんと洗ってきたんだよと、自分を、 一人前のレディに仕立てるよう頼むイライザだが、ヒギンズは最初は袖に振る。しかし、居合わせた、ヒギンズの友人で、言語研究家のピッカリング大佐が、もし成功したら、イライザの授業費を全額持つと言い出したため、ヒギンズは、がぜ乗り気になり、イライザの教育を引き受けることにする。数日後、イライザの父アルフレッドが、ヒギンズの家にやってくる、ウィズ、 エーリトルビット・オブラック、ほんの少し運が良けりゃ。彼はイライザがヒギンズに囲われたものと思い込み、それを出しに金を背びりにやってきたのだ。一度は追い返そうとしたヒギンズだが、アルフレッドの話を聞くうちに、彼の道徳感に痛く感じ入り、5ポンドを渡して返す。そればかりか、アメリカの投資家に彼をイギリス一の中間階級道徳家として推薦する。 手紙までしたためてしまう。I am an ordinary man. 僕は普通の男だ。ヒギンズによるイライザの訓練は、困難を極めた。just you wait. 今に見てろ。しかしヒギンズはついに、イライザに、上流階級の話し方をマスターさせることに、成功した。ザレイウィン・スペイン。スペインの雨。狂気乱舞するヒギンズとイライザ。そして、ピッカリング。I could have dance d all night. 踊りやかそう。彼らは勢いに乗って、ヒギンズの母親がボックスを持つアスコット競馬場に乗り込む、アスコットガボット、アスコットガボット。しかし、イライザの社交界デビューは散々なものになった。彼女は上品な話し方こそ身につけていたが、中身は下品な花売り娘のままだったからだ。イライザの言動のせいで大恥をかき、 おまけに母親にまで人間でお人形遊びをしていると罵倒され、ヒギンズは雪辱に燃えて自宅へと戻った。だが、ボックスでイライザと同席した貧乏貴族の霊息、フレディアインヒルは、ヒギンズの家まで彼女を追いかけ、彼女に会えるまで玄関の前で待ち続ける決意を固めたのだった。オンザ・ストリート・ウェア・ユー・ライブ、君住む街角。 マスコットでの失敗から6週間後、地獄のような特訓の末、イライザの再デビューの日がやってきた。場所はトランシルバニア大使館の舞踏会。ヒギンズやピッカリングの心配をよそに、イライザはトランシルバニア皇太子からダンスの相手に指名されるという快挙をやってのける。途中、ヒギンズの弟子だというハンガリー人。 カーパシーにゆすりまがいの詮索を受けるも、イライザは見事に騙し通した。イライザは、花売り娘からレディへと、鮮やかな変身を遂げていたのだった。こうして、実験は、成功に終わり、かけは、ヒギンズの勝利となった。舞踏会から帰宅し、互いの健闘を称え合う、ヒギンズとピッカリング、ユーディドイット、でかしたぞ。 しかしその二人の横で、イライザは静かに唇を噛み締めていた。彼女はまさに今、自分が単なる実験用の初カネズミであったことに気づいたのだ。実験を通して、彼女の中には一人の人間としての自我が目覚めていた。しかしヒギンズは、彼女を一人の人間として扱ってはくれなかった。そしておそらくこれからも、一人きりになった。 実験室で泣き崩れるイライザ。スリッパを取りに、ヒギンズが戻ってくる。イライザはヒギンズにスリッパを投げつけ、それをきっかけに、大喧嘩が始まる。原因がわからないヒギンズ、エイヒムツーヒム、男の参加。この家に、自分の居場所はない。そう感じたイライザは、こっそり家を出ていく。外に出たイライザは、待ち構えていたフレディと一緒に、正面、証拠を見せて、 自分の故郷コベントガーデンの青物市場に向かう。しかし、昔の花売り仲間たちは、レディとなったイライザに気づくことはなかった。絶望に駆られる、イライザの前に現れたのは、ピカピカのモーニングで着飾った父親の姿だった。聞けば、ヒギンズが、アメリカの投資家に出した手紙のせいで、彼は投資家の遺産相続人となり、 年4000ポンドの金を受け取ることになってしまったのだ。その上、翌朝には、愛人との結婚式まで控えているという。それでも彼は、イライザを引き取ることはできないと言い張る。そして、イライザに、お前なら一人でもやっていけると、励ましになっていない励ましの言葉をかけるのだった。ゲットメツウザチャーチオンタイム、時間通りに、教会へ。翌朝、 イライザがいないことに気づいたヒギンズは大慌て。彼女に、秘書的な役も負わせていたので、スケジュールが一切わからなくなってしまったのだ。イライザが逃げ込んでいたのは、ヒギンズの母親の家だった。イライザの理解者となってくれるものは、もう彼女しかいなかったのだ。二人が話し込んでいるところに、ついにヒギンズが怒鳴り込んでくる。ヒギンズの母はわざと、 息子をイライザと二人きりにした。イライザはヒギンズに、あなたのことは好きだが、人間として扱ってくれない以上、もう一緒にはいられないと告白する、ウィズアウトいう、あなた、なしでも。しかしヒギンズは、ますますへそを曲げて、イライザを突っぱねる。結局イライザは再び、ヒギンズの前から姿を消し、ヒギンズは、 母親の前で、イライザを散々馬鹿にしてから家路についた。しかし、ヒギンズは気づいていた。イライザが自分と同等の人間になっていたこと、そして、いつの間にかイライザのことが好きになっていたことに。しかし、自分はイライザを拒絶した。なぜなら、彼にとって、女は、一人前の人間ではなかったからだ。それでも、なお、 彼女の面影は頭の中から離れないアイブグローンアカスタムドツーハーフェース忘れられない彼女の顔帰宅したヒギンズは研究室の椅子で一人思いにふける録音してあったイライザの声を流しながら突然再生が止まり聞き慣れた声がこう言った手も顔もちゃんと洗ってきたんだよヒギンズは答えた私のスリッパは一体どこだい 1> 第一幕、第二幕、ジョージ・バーナード賞の儀曲、ピグマリオンが原作。ただし原作とは、結末が異なり、ヒギンズとイライザが結ばれることを暗示して終わる。これは、ミュージカル化の際初めて行われたものと言われることが、多いが、実は1938年に、レスリー・ハワードが監督、主演し、ウェンディ・ヒラーが共演した、映画版、ピグマリオンにも見られる。 台本を書いたランジェイ・ラーナー自身も、ミュージカル化に際し、映画版の要素を多く取り入れたと語っている。マイ・フェア・レディのタイトルは、ロンドン・橋落ちたの歌詞から取られたものである。また、メイフェア・レディを、コックニーなまりで表現してもじったものである、という説もある。メイフェアは昔は、完成な住宅地、今は高級店舗が並ぶロンドンの地区の名前である。 原作のピグマリオンは、ピグマリオンとカタカナ表記されるが、英語で発音するときは、ピグメリオンなので注意。ピグマリオンは、ギリシャ神話での発音に従ったものである。フェアは、美しい、色白の、金髪の、金髪で、色白の、といった、形容詞で、皮肉として、口先だけの、上辺だけの、といった意味も持つ。ここでは日本語でしばしば用いられる。 寛容語での、フェアといったニュアンスはさほど干渉しない。初公演と同年の1956年8月、ウエストコーストのドラマーであるシェリーマンは、アンドレ・プレビンと組んで、ジャズのリメイク版をリリースした。このアルバムが好評を博したことにより、その後、ウエストサイドストーリーをはじめとして、人気のミュージカルトラックを丸々、ジャズレコード化することがブームとなった。ありがとうございます。